こんにちは、平井博明です。今回はですね、コックとフェースローテーションについて、すごくご質問だったり、どうやってやるのって言われることがすごく多かったので、動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。ではまずはじめにですね、コックを入れた方がいいの、入れない方がいいのとかですね、いろいろお悩みあると思うんですが、入れても入れなくてもどっちがいいとか悪いとかはないと思います。見た目の問題で言うと、入れた方がかっこいいかもしれないですね。ちょっと入れてスイングしてみますね。こういう感じです。もうざっとなんとなくですけども、で、入れないノーコックのスイング、こういうコックを入れないで、要は体の体幹で打つ動きなんですが、本当に好き嫌いですよね。例えば女子プロなんかで言うと、劉律子プロなんかはノーコックで打つタイプですね。すごく綺麗で、こうワンピースでこうパンパンと回転しながら振って、体幹でバチンと打つ素晴らしいショットを打つプロです。で、まあ、コック入れる選手でいうと、柏原明日香選手なんかはすごくいいコック、こう綺麗なコック入れて、スイングもこうまとまって大きい球を打つような選手です。なので入れても入れなくても両方こうスーパースターがいるというような状態です。なので両方練習場なんかで打ってみるといいかもしれないですね。入れて打ってみるのと、入れないでノーコックで打ってみるのと、どっちが自分のスイングタイプに合ってるかなっていうのを知るだけでもいいと思います。まずコックから取っていきたいと思います。ポイントとして1つ目、コックする向き、2つ目、入れる入れないということですが、まず1つ目のコックする向き、ゴルフのスイングでコックをする動きというのはこの動きになりますね。縦、この動きが正しいコックのする向きで、よくスイング中にコックを入れると斜めにこうやって使ったりとかですね、コックをする向きがちょっと間違えて覚えてたりする場合があるので、そのコックの向きというのが、このまま体を使わないでコックだけでバックスイングを取ってみます。動き的にはこういう動きですね。横から見ると同じ動きをしますと、この動きになります。これがコック。横から見るとこの縦にクラブを上げ下ろしする、この動作が正しいコックの動き方になります。で、この動きがですね、横にこう曲げてしまったりとかすると、もちろんクラブが軌道から外れて寝てしまったり、起きすぎてしまったりとかっていうミスショットにつながりやすい原因が出てまいりますので、そのコックのする向きに気をつけて入れていただいた方がいいと思います。2つ目の入れる入れないということですが、コックを入れるんであれば、もちろんスイング中にコックを入れて、入れた分インパクトの時にほどいてあげるということが大事なんですが、入れない、バックスイングの時にコックを入れないんであれば、下ろす時ダウンスイングもほどかない。要は入れたら入れた分だけコックをほどいてあげますし、コックを入れなかったらそのまんまノーコックであげてるので、リリースもこうストンとクラブを落とさない、コックをほどかないで打たないとインパクトの打点がずれてしまうので、入れるか入れないかをはっきり決めて打っていただいた方がいいと思います。まずこれがコックのやり方、使い方なんですが、ちょっと補足でもう1点、バックスイングの上げ方、ゴルフのスイングの動きは縦と横の動きです。なので腕を使わないでバックスイング上げてくださいって言ったら、単純にこの横のこの動きだけですね。体を使わないでバックスイング腕だけで上げてくださいって言ったら、この動きになります。これを2つ合わせると自然とこのバックスイングの向きに、位置に収まるっていうことなので、ここからいきなりトップの位置に斜めにこうやって上げたりすると、またこれもクラブの軌道がスイングプレーンから外れてしまいます。なのでこれだけは注意してください。一つ一つやっていくと、ここに上げて横にターンするとトップの位置が決まりやすいですよということになります。ここだけちょっと注意して、鏡とかでもできますのでやってみてください。で、次にですね、フェースローテーション、
これもポイント2つあります。1つ目やり方、2つ目しなくてもしちゃうということですが、これも一つ一つやっていきますが、フェイスローテーションのやり方なんですが、フェイスローテーションってそもそも何というと、クラブをまっすぐアドレスの時にこう構えた、ここからバックスイングで開閉ですね、バックスイング上げた時にクラブフェイスが開いてフォロースルーで閉じるっていうことです。これを強め、フェイスローテーションをすぐ開いてすぐ閉じてってやると、もちろんボールっていうのは曲がります、曲がるんですけども、それを例えば故意にスライスボール、フックボールを打つ時なんかは、このフェイスローテーションを自分で角度をコントロールしてボールを曲げるということができる動作なので、身につけておくとすごく有利に使えるポイントになります。このフェイスローテーションを入れて打ってみます。ボールはちょっと関係ないのでスイングの動きだけやってみたいと思いますが、まず通常フェイスローテーションを入れずに打ってみます。これがフェイスローテーションを故意にしてない、何も動かさずに打ってる状態。次にフェイスローテーションを強く入れてみたいと思います。これがフェイスローテーションを強く入れた。実際ボール的には1球目がほぼほぼストレートボールで、2球目がちょっとドロー感じ、右から左に曲がるような球が飛んでってます。なのでこうフェイスローテーションを入れるか入れないかっていうのは、すごく自分の打ちたいボールに対して使っていただきたいフェイスの開き閉じの動きですね。これがフェイスローテーションのやり方になります。で、2つ目しなくてもしちゃうということですが、実はフェイスローテーションはやろうとしなくても正しいスイングができていると勝手にしてしまうということが、まずポイントの一つです。ゴルフのスイングの理想としましては、アドレスのこの構えた状態から上半身が右を向いて左を向く、この状態がすごくシンプルで理想な動きになります。なのでちょっとじゃあクラブを分かりやすいように上に浮かせて動いてみますね。この状態でフェースが今まっすぐです。まっすぐで右を向きます。したらフェースが開きましたね。正面がここでバックスイングを取ったらフェースが前を向くので開きます。でもこの状態っていうのはアドレスの向きと自分の体の面に対してはフェースの面がずっと変わんないんですね。フォロースルーはそれの逆です。フェースが今度左を向くので勝手に閉じます。なので自分からフェースローテーションを入れなくても体の回転をさせて打ってあげると、フェースが開いて閉じるという動きを勝手にしてくれます。なので自分で故意にフェイスローテーションをしなきゃいけないんだって言って入れるというよりは、正しい動き、ゴルフのスイングをすれば勝手にフェイスローテーションが入ってくれます。なので上体が起き上がったりとかですね、しない限りはちゃんとアドレスの形をキープしたまま右を向いて左を向くと勝手にフェイスが開閉しますよということになります。なのでこれアプローチ、パター、もちろんドライバーもそうです。全クラブに共通することですので、これも意識をしてやってみるということがすごく大事なポイントになりますので、ぜひぜひお試ししてみてください。今回はですね、コックとフェイスローテーションについて取っていきましたが、最後にまとめとしてもう一回おさらいしたいと思います。まず一つ目のコックする向きですが、コックする向きは縦に動かしてあげるということですね。これがコックの向きになります。で、入れる入れないということですが、必ず自分のスイングに対してコックを入れてスイングするのか、入れないでスイングするのかをはっきり決めて打っていただくというのがコックのポイントの2つになります。で、次にフェイスローテーションですが、フェイスローテーションはやり方としてはアドレスで構えた時からフェイスを開いて閉じてあげる、この開いて閉じるという
動きですね。この動きがフェースローテーションのやり方。2つ目ですが、しなくてもしちゃうということですが、正しいスイングですね。動き的にスイングの正しい動きをすると、アドレスから右を向いて左を向いてスイングをするとフェースローテーションが勝手にできてしまうという動作になります。なのでこれをチェックしてぜひぜひやってみてください。では今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。